ニッタタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベッテラウ郡に属す市である。この町は、歴史的には、オーバーヘッセンに属す。市内をニッタカーが流れている。ニッタタールは、北は、フリートベルク、北東は、フロールシュタト、東はアルテンシュタト及びニッテラウ、南はシェーネック及びカルベン、西は、ベルシュタットと境を接している。ニッタタール市は、アッセンハイム、 ベンシュタット、ビッグシュタット、イルベンシュタット、カイヒエ園の各地区で構成されている。1970年12月1日にアッセンハイム市とベンシュタット、イルベンシュタットが合併して新しい市、ニッタタールが形成された。カイヒエ園は1971年12月31日にこれに加わった。福音主義協会アッセンハイム2011年3月27日の 市議会議員選挙以降、ニッタタールの市議会は31議席で構成されている。2020年3月15日の市長選挙で、ミハエル・ハーンは57.49%の票を獲得して、二人の対立候補に勝利した。彼は2020年7月1日から6年の任期についている。アッセンハイム上アッセンハイムの旧穀物庫。 シュタイネルナーティッシュ・イルベンシュタット修道院と、聖マリア、ペテロ及び、パウロ教会。ありがとうございます。